はいはい、こんにちは、マサシュゴのこれ知ってますなんです。今日はですね、低気圧病ね、低気圧と頭痛は関係があるのかというね、これ私も何度かしたんですけど、私も偏頭痛持ちで、確かになんかそれを聞いてから低気圧の時なんか頭痛くなるなとか、 雨降んちゃうかな、頭痛くなる、降んちゃうかなっていうのがあるんですけど、未だにね、科学的に解明されてないそうです。まあまあ、なんでもそうですけど、科学的に証明されてることっていうのは多分ね、何パー数パーセントしかないと思うんですよね。だから UFO とか科学的に証明されても信じるか信じないかその人次第なんですけどね。まあ、低気圧と頭痛っていうのは本当関係あるのかということで、まあ、頭痛い人がもうすぐ雨なるよとか、私痛くなってきたかって言って当たったりとか当たらんかったりみたいなもんでね、関係があるのかな。まあ、それ以外にも熱中症なんかもね、熱中症で頭痛くなったりしますけど、それもなんかこう関係あるの違うかなと思ってね、思ったりも私自身はしてるんですけど、まあ本当に低気圧と頭痛は本当に関係があるのか、答えはありませんということで、そんなやつするなよということで、まずちょっとこれ知ってます、たまにはこんなもんいいでしょう、おしまい。